皆さんこんにちは。国立環境研究所の中山です。前回は私たちの身の回りにあるものはほとんど全て化学物質でできているというふうなお話をしましたけれども、今日はその化学物質の中で私たちの体に、いいものと悪いものはどこで違うのかというお話をしたいと思います。まずお薬と毒がどういうふうに違うのかということですけども、実は薬も毒もどちらも同じなんですね。同じ化学物質です。全く同じものが薬にもなり、また毒にもなるということがあります。今から500年ぐらい前のスイスのお医者さんのパラケルススという人が言ったんですけども、全てのものは毒ですよ。で、薬か毒かを決めるのはそれは量なんですよっていうことを言ってます。で、その通りで薬、例えば抗がん剤は体の中にできたがん細胞を攻撃しますね。で、このがん細胞を攻撃するのと同時に私たちの普通の正常の細胞も攻撃してしまいます。で、やっぱ抗がん剤をたくさん取りすぎると、ある程度取らないとがんに効かないんですけど、たくさん取ったりすると副作用が強すぎて、もう私たち耐えられなくなったりします。水、皆さん水が毒だと思ったことないですよね。でも水もたくさん取りすぎると水中毒っていうふうになって、私たちは健康を害してしまうし、本当に取りすぎると死んでしまいます。で、毒と薬、あるいは毒になるのとその境目っていうのは何かっていうことなんですけど、実はそこがはっきり分かんないんですね。これ赤と青、毒とお薬ですけど、この境目ってはっきり分かんないんですよね。それと同じなんですけど、どこからが毒になってどこから薬になるのか、これ人にもよりますし生き物にもよります。例えば体重にもよるし、子供か大人か男の人か女の人かにもよりますけども、こういうお薬と毒というのはこの量の違いになります。こっちを量、たくさん取って、でこっちが何かの影響としますね。こっちを影響と考えると、たくさん取るとたくさん影響が出てきます。で、どっかで吐き気がしますとか、どこかで頭痛がしますとか、それからどこかでもう耐えられなくなって命がなくなりますとかいうふうになるんですね。で、こうならないところでがんに効くところを見つけてお薬の量を決めたりするわけですよね。で、毒にも本当にいろんな強さの毒がありますから、例えば、ボツリヌス菌って聞いたことありますか？食中毒の原因になる菌ですけども、このボツリヌス菌の毒っていうのはもう最強の毒と言われてて、ものすごく強いです。たった 1g、 1g っていうのは1円1個の重さですけど、これで約100万人分の致死量があります。で、青酸カリって皆さん知ってますよね。あれも毒になりますけども、あれは実はそんなに強くなくて、だいたい 1g で5人分ぐらい。ということは、ものによって強さが違いますし、一方で例えばボツリヌス菌、さっき言いましたけどものすごく強い毒ですけど、その毒のなんでそれが毒になるのかというと、筋肉がギュッと縮まなくなるんですね。ボツリヌス菌の毒を体の中に入ると、そうすると、いろんなことが起き、例えば、息ができなくなるとかいうことになります。で、そのために私たち、毒になるんですけど、これをうまく使ってものすごく少ない量で、を使うと、これはお薬になるんですね。びっくりするでしょ。ボツリヌス菌の、毒がお薬になる。美容にも使われていて、こうシワができるときに筋肉がこうキュッと縮んでシワができるんですけど、これにボツリヌス菌の毒素を入れると筋肉がキュッと伸びてシワが取れるんですね。で、そういうふうにも使われたりします。
はい、でこれまで、化学物質っていうのが、身の回りにあるもので私たちの役にも立ってるし害にもなるということをお話ししてきました。で私たちの調査は全国でいろんな人に、協力してもらって、子どもたちを追いかけながら調査を進めています。次回からはその調査でどういうことが分かってくるのかということについて、お話をしたいと思います。